ドッツマンズショーへようこそ。レコメンダーのドッツマンです。皆さん、今日はですね、なかなかいい曲が入荷しましたので、そうですね、紅茶なんか準備して聴いていただけるととってもいいんじゃないでしょうかね。はい、早速いきましょうか。今日紹介する音楽はこちらです。はい、ザ・ロング・ロストというバンドですね。はい、2009年5月のあれ3日かな、4日あたりにデビューしたばかりのバンドですね。はい、デイ・デラスと、ローラ・ダーリントンという2人によってですね、結成されているこのバンド、なんとこの2人は夫婦だそうです。はい、いやー、夫婦バンドですか。僕は知ってる限りあんまりないかな。あ、シーナ&ロケッツ。そうね。あと、タク&パーティーっていう、なかなかこう、こちらも爽やかなバンドがいましたが、この二人ですね、いろいろ調べたところですね、エレクトロアコースティックデュオと、どこかに説明されておりました。まあ、そう言われる理由もなんとなくわからなくはないんですがね。はい。今日紹介する楽曲は、ニューアルバムの中からアミスという曲なんですが、それ以外の楽曲もマイスペースなんかでちょっと聞けまして、これ聞いていただくと、なんとなくそう言われている雰囲気がわかると思います。はい。でですね、これちょっと驚きなんですが、このというか、まだ聞いていただいてないので、なんともなんですが、結構ですね、こうジャズ、ボサノバ系の振りがある楽曲なんですがね、これを発売してるレーベルが忍者チューンと、はい、UK のなかなか有名なレーベルですかね。忍者チューンといえばね、やっぱりコールドカットとかね、ジャガジャジストとか、なかなかこうはっちゃけてるイメージがあるんですがね。まあ感覚的には同レーベルに、シネマティックオーケストラも今下になるのかな、ちょっとわかんないですけど、あとはスカイペルとかね、そういう人たちもいるので、まあそういう路線なのかなと思えば、ちょっと腑に落ちるところもあったりなんかしたりしてと。はい、さてさて、今日聴いていただく、先ほども言いましたアイミスという曲なんですがね、よくこうメロディーを聴いてください。そこはかとなくエレクトリックな感覚が出てくるんですが、これね、生で歌ってるんですけど、最近流行りの、初音ミクだったり、こう、音声合成系のソフトウェアで歌わしてる、あの、なんとも平坦な感じというか、あるじゃないですか、こう、ちょっと無理やり変えている、まあ、なんだろう、Perfume 的なと言っちゃっていいんでしょうか。そういうね、感覚がね、生で歌ってるにもかかわらずあるんですよ。はい、それがちょっとこうストレンジな感覚を呼び起こしてですね、何とも言えない雰囲気に連れていくので、その辺も楽しんでいただけるといいかなと思っております。それでは行きましょうか。ザ・ロング・ロストでアミスをどうぞ。ドッツマンズショーはまた明後日ですね。皆さん、お元気で。ドッツマンでした。バイバイ。